こんにちは、ステップ本部の八木です。青山学院大学教育人間科学部教育学科3年の市川優希です。大学受験ステップ茅ヶ崎校出身です。本日は市川さんにここ青山学院大学の青山キャンパスを紹介してもらいたいと思います。最寄り駅はどこになりますか？表参道駅と渋谷駅になってます、うん、表参道だと5分ぐらいで、うん、渋谷だと10分ぐらいです。あ、じゃあ結構駅から近い。はい、近めだと思います。ちなみに市川さんは家からどういう風に通ってますか？辻堂駅から渋谷駅まで湘南新宿ラインで1本で50分ちょいで来てます、うん、はい、分くらいで。じゃあ早速キャンパスの中見ていきましょうか。はい、はい、では行ってみましょう。青山キャンパスなんですけど、はい、何学部が使ってますか？法学部と経営学部と経済学部とか7個の学部が入ってます、うんうん、残りの学部は、まあ、相模原キャンパスにあって、うん、ちょっと遠いところにあるんですよね、うん、相模原キャンパスに行くことはある？全くないです。全くないんだ。そっか、はい、こっちのキャンパスの人が行く機会って何かある？こっち側のサークルと相模原のサークルの合同、うん、大きなサークルとか入ってる子たちは相模原キャンパスに行く機会もあると思うんですけど、うんうん、授業とかで行くことは全くない。ないね。ここはチャペル。はい、ここは礼拝します。なんかパイプオルガンがあるんだって。はい、あります。ここはキリスト教概論の授業で礼拝レポートを3回提出しないといけなくて、その際に来るんですけど、その礼拝の時間が1限と2限の間で早いんで。そうなんだ。ここで礼拝をしてから授業に行く。それがじゃあ3回あったの。はい。あと奥にさ、あのクリスマスツリーもあるみたいなんだけど、はい、あれは夜になると点灯するの？はい、4限とか5限終わりになったら点灯して、うん、ちょうど1週間前に点灯式があって、点灯式とかもここで演奏とかがあって大々的にやって、もうここからそこまで人がブワーって集まってみんなで見たり、カップルとか一緒に見てるイメージがあります。そうなんだ。はい、楽しそうな。はい、よく使う建物がどれ？この17号館。 あれだね、はい、一番なんか綺麗。はい、一番でかいやつだったり、11号館だったり、この2号館っていうのも教育学科もよく使ったり、英語の必修の授業とかも教育人間科学部はここの教室でやることが多いですね、うん、奥の大きいのと、はい、こっち側の2号館11号館あたりが、はい、よく使います。普段お昼ご飯ってどうしてますか？昼ご飯は、お弁当をお家から持ってきて、うん、教室で友達で喋ったりか、なんか通称おしゃらんって言って、おしゃれランチの略称なんですけど表参道とか原宿とか渋谷とかのおしゃれなところでご飯を食べに行ったりしてます、うん、学食とかも使ったり？はい、学食も特に男子とか使ってるイメージで、うん、もう500円でチキン南蛮定食ってすごい量もりもりなんで、うん、多分男子もお腹いっぱいになれたり、あとここ、うん、1号館にセブンイレブンが中に入ってるんで、そのパンとかおにぎりとかサラダチキンとか食べてる子いるんですけど、うん、お昼の時間はもうディズニーぐらい並ぶんで買うなら絶対にお昼前に買っといた方がいいなって。さっきね、セブンイレブン行ったらレジ待ちの列が5列あるんです。キャッシュレスと現金列みたいなのがあってちゃんと整備されてるんですよね。すごいよね。そんなにお昼時は混むんだ？めちゃめちゃ混むんですけど、うん、科学部の友達とかにたまに会えるスポットになってますね、うん、ここは17号館って言って、うん、青学の中でも一番大きくて、うん、一番綺麗な校舎になってて、全学部の生徒が使う場所になってます、うん、どういう時に使いますか？キリスト教概論っていう授業があって、1年生の時にはキリスト教概論1を取らないといけなくて、うん、はい、3年生になったらキリスト教概論2っていうのがあって、その1、2両方取らないと卒業できないみたいな必修なんで、ね、はい、必修があって、うん、その授業の際はその学科の子以外にも文学部とか経済学部とかいろんな学部の子も一緒に取る授業なんで、違う学科のことも友達になれたりする授業です。必修の授業に使うのがこの17号館。はい、あと国際政治学部とか文学部の英米学科の子たちとかはこの17号館をよく使ってるイメージがあります、うん、そうなんだ。
下に学食とかもあるけど、はい、結構使うよ。全然学食は食べないんですけど空きコマとか、うん、語源終わりとかにサークルの子たちとおしゃべりしたり、学園祭の準備とかは学食で集まって段ボールとか切ったり高校の頃の文化祭みたいな感じやったり、お菓子持ってきて喋ってます。集まる場としてね、はい、使うんだね。学祭は石川さん何やりました？私は去年焼き鳥やったんですけど、焼くの下手すぎてめっちゃ折れちゃって、ほぼつまみ食いして全然売ってませんでした。サークルか何かでやる？あ、サークルです。何サークル入ってますか？私はビルゴっていうフットサルサークルに、はい、入ってます。300人とかいて、もうめっちゃ大きいサークルです。そんなにいるんだ。はい、すごいね。そうすると活動場所はどこになりますか？サッカーの練習とかは八幡山っていう、ちょっと渋谷駅から遠く離れたとこだったり、代々木公園とかでもやったりしてます。300人もいると一堂に会するのはなかなか難しそうだけど、300人いるんですけど、なんかサッカーの練習来るのは男子の一部みたいな感じで、男女でやったり、全体が来るのは合宿とかクリスマスパーティーとかで、みんなでブラックコーデしてサンタをかぶったり、ハロウィンパーティーでも全身みんなポリスになったりみたいな、そういう時はめっちゃみんな来ます。そういうことね。はい、イベント中心になりがちな、はいはい、イベント中心なサークル、大学によくあるやつね。はい、はい、なるほど。そうか。怖いですね。あれは何が入るんですか？あれは図書館、新しい図書館は。新しい図書館に入るんだ、はい、今もあっち側に図書館あるんですけど、うん、でこんな綺麗じゃないんで、じゃあぜひ使いたい。はい。これは何ですか？これはなんか気になる通称で記念館って呼んでるんですけど、自分たち教育学科はあんま使わないんですけど、法学部とかすごい人数の多い学科の子たちがここのホールで授業を受けたり、あと自分が使う際は就活セミナーポータルっていうアワクの公式サイトに募集があって、そこ申し込みは誰でも受けれるんですけど、はい、あと学園祭の時に去年はサウスエドックさんが来て、こことかで応募した人が聞けるみたいな、そっか、はい、抽選がめっちゃ倍率高くてほぼみんな落ちるんですけど、そういうのとかはここでやってます。座席はすごい多いって感じ？めっちゃ多いです。ザ大学って感じ。そうなんだ、はい、そっか、いいね。じゃあ、はい、そういう教室もあると。はい、こんな感じです。そうか、あれなんかさっきさ何階？12階とかあったけど、 あれはなんか、うん、ここまでエレベーターとエスカレーターまで行けるんですけど、これ以降はなんか今行ったのが17号館のこっち側で、こっち側に行くにはこっち渡ってエレベーターかみたいな、こっちのこのままじゃ行けないんですよね。すごい、なんか都会の高層ビルみたいな。そう、乗り換えて、はい、乗り換えないとあっち側の都会も行けなくて、1年生の時とかみんな、え、待って、17号館の8階ってどこみたいな、ここには書いてあるのに、確かに12階まであるもんね。はい、学生とかの授業を使ってるんですけど、だいたい語源とかだけ使ってないんで、空きコマの時とかにここら辺は穴場なんで、よく空き教室に行って、はい、使ってます。じゃあ市川さんはどうして青学に入ろうと思ったんですか？高校 1,2 年生の時から小学校の先生になりたいっていうのもあるし、商品作ったりみたいな企画系にもめっちゃ憧れてて、それをステップのチューターさんに相談したら、青学の教育学科だったら教員免許も取れるし、だけどなんか4人に1人しか先生にならないから、そんなに少ないんだよね、はい、少ないからこそ、しかも偏差値も高いから就活でも多分有利だから目指してみればって言われたのがきっかけで青学を目指しました。あ、そうなんだ、はい、じゃあもう絶対先生になるぞって決めてたってわけじゃなくて、ないです。一応資格も取っときたいし、はい、それ以外の進路も残しときたいし、はい、っていうことだったんだね。私指定校です。あ、そっかそっか。じゃあ結構じゃあ学校の勉強はめちゃめちゃ頑張ってきたんだね。めっちゃしました。高1の冬からもう指定校に全シフトしてました。指定校ならではの苦労とかもあった？みんな部活終わってから家に帰ってゲームとか、部活終わってから遊びに行くとかだったんですけど、自分は定期テスト1ヶ月半前から部活やった後に指定校
目指してる友達と自転車でスーパー行って夜ご飯買ってステップの下のランチみたいとかでご飯食べて自習室でめっちゃ勉強してなんか終わる時間までいて一緒に自転車で帰るってちゃんと努力して音楽に行った、はい、いい、はい、頑張ったね頑張りましたゼミは何をやってるの？不登校とかいじめについてを考えるゼミに入ってます、うん、今自分がやってるのは、うん、そのいじめる側といじめられる側にはどのような原因があるのかみたいのを、うん、学校先生の立場、家庭の立場みたいな、うん、いろいろな立場から見るっていう。そうなんだ、はい、そうゼミはいつから入るの？ゼミは2年生の冬に募集みたいのがあって、うん、2年生の3月ぐらいにゼミが決定して本格的にゼミの授業が始まるのは3年生からです。3年生からゼミって結構たくさん春なんかから選ぶ感じ？自分の学校12個ぐらいあって、このゼミ選んだ理由は卒業論文の内容が自由っていうのが一番いいなと思ったのと、いじめについてすごい深く関心持ったのでこのゼミ選んだ。なんかさっきあの4人に1人くらいしか先生にならないっていうことだったんだけど、残りの3人なんかどういったところに進む人が多いとか聞いてる？私の周りは就活してる子が多くて、うん、就活でも塾系に行く子もいるんですけど、飲食だったり、うん、銀行とか、うん、もう本当に教育と全く関係ない、うん、とこに就職しようとしてる子も結構いますね、うん。ここは図書館になってるんですけど、あっち側そう17号館の隣に来年に新しい大きな綺麗な図書館ができるみたいな。さっき上から見た時作ってたところで、はい、はい、来年からはそっち側に変わると思います、うん、普段は授業でなんか論文みたいな書く時があって、その際に先輩とかの論文が置いてあるので見に来てます。青学といえば結構スポーツも強いよね。はい、スポーツだったら駅伝がすごい有名だと思うんですけど、うん、今年野球もめちゃめちゃ強くて、うん、秋季リーグでは1位で春も1位だったんで、春秋両方青学野球2連覇、はい、2連覇強いですね、はい、この間も近くに大会があったんですけど、うん、その際は青学生限定で学生証見せたら無料で見れて、青学タイルも先着100名で配ってて、タオルもらえるの？はい、タオルをもらえて、みんなタオルで応援してました。あ、いいねはい、そうか。じゃあ箱根駅伝ってなんか大学の中で盛り上がったりする？チャペルの前で、うん、箱根駅伝の選手たちが駅伝頑張りますみたいのを喋ってて、それをテレビとかでも取り上げられてて、うん、いろんなテレビ局の人が来たり、それをみんな見に行ったりしてます。大学卒業した後どうなりたいってイメージありますか？私は就職しようと思ってるんですけど、今考えてるのはお菓子業界に行けたらいいなって思ってます。私めっちゃチョコパイが好きなんで、受験期とかも疲れたってなったら甘いもの食べてて、その中でもチョコパイとか好きだったんで、そういう甘いもので人を笑顔にできたらいいなって思ってます。うわ、めちゃめちゃいいね。ステップの思い出何かありますか？指定校推薦だったんで、うん、高校2年生まで数学をやってたんですけど、文系っていうのは数学が苦手で、ステップのチューターさんにも指定校の相談をしてたので、数学の先生が来る日教えてくれて、授業終わりとかにもうみっちり教えてくれたり、うん、空いてる時間教えてもらってました。青学は一番楽しめる大学だと思っているので、大学ライフ楽しみたいと思っている人はぜひ青山学院大学頑張ってみてください。待ってます。